ヒューマンフォールフラットフォトコンテストの結果発表をやっていきたいと思います。当社ゆっこです。今回は予告通りヒューマンフォールフラットフォトコンテストの結果発表をやっていきたいと思います。めでたい5日前の動画で皆さんにヒューマンフォールフラットフォトコンテストの投票を募ったわけなんですが、その投票全19票の投票の中から誰が1位になったのか、誰が2位になったのか、誰が3位になったのかというそのランキングを今回発表していきたいと思いますよ。それではまず第3位を発表していきたいと思うのですが、今回3位が2人います3位が2人います。なんとまずじゃあ3位、1人目の3位の方を発表していきましょう。3位タイに輝いた1人目の方はエントリーナンバー3番の青がっぱ亀さん静寂というフォトでございました。このアステカのこのね、この木とボブのシルエットがこううまーくこう出たこのフォトが第3位タイに輝いたフォトでございました。おめでとうございます。そしてもう一人第3位タイの2人目に輝いたのはエントリーナンバー12番ガン吉アペンゲンさんのよくわからない体になったペンゲンという写真でございました。ペンギンのこのね、この足、まあ、ペンゲンの足がこう膝がもう折れ曲がってなんかめちゃくちゃもうとんでもないことになってるこのカオスな写真が第3位タイの写真でございました。おめでとうございます。続いては第2位を発表していきましょう。第2位に輝いたのはエントリーナンバー6番ゆいさんのペンギン家族の朝でございました。おめでとうございます。さっきのこのかっこいい写真とはまたこう別のベクトルのこのかわいい写真ね、このペンギンなごみ写真でございました。奥の一番奥のペンギンの姿勢がとんでもないことになってるんだけど、これこちらがエントリーナンバー6番ゆいさん、今回第2位に輝いたペンギン家族の朝というフォトでございました。おめでとうございます。それではヒューマンフォールフラットフォトコンテストで第1位に輝いたフォトを発表していきたいと思います。ヒューマンフォールフラットフォトコンテスト第1位はエントリーナンバー19番ポポさんのクールなボブでございました。はい、実はこれがもうめちゃくちゃダントツでした。はい、このスノボね、スノボアイスのスノボでもうこの躍動感ある感じでこうバーンって飛んでるこのお写真が今回のフォトコンテストで1位に輝いた写真でございました。これはもう本当にフォトのこの写真のこの技術でもうぶんどってきた、優勝ぶんどってきた感があって個人的には大好きです。ポポさんのこのクールなボブというフォトが今回ヒューマンフォールフラットフォトコンテストで1位を獲得したフォトでございました。おめでとうございます。ここからは参加者全19名のランキング一覧を確認していきましょう。1位はポポさん得票数9、2位はゆいさん得票数3、3位タイは青がっぱ亀さんガンキチャーペンゲンさん得票数2、 5位タイはアイラさんベイちゃんさんニャーキさん得票数1、 8位タイはマクホさんザブトン TV ゆうたくチャンネルさんひばりさんリクさんツナさん M のげんべやさんひなさんおとたたさんシティ5597ジェシーさんかとりせんこうさんざんななさん鈴木わたるさん得票数0という結果になりました。というわけで今回はヒューマンフォールフラットフォトコンテストの結果発表をやっていったわけなんですが、フォトコンテストは完結でございます。皆さんたくさんのご参加ご投票ありがとうございました。登録者数が5000人になったらもしかしたらコンテストをもう一回やるかもしれない。もっとめちゃくちゃこのスパンコンテストのスパンが短すぎるけどもう一回コンテストをやるかもしれないので、多分次のコンテストは YouTube でも参加できるようになるんじゃないかなという私のもうそういう計画を立てておりますので、YouTube で今回参加できなかった方も次回のコンテストは YouTube でぜひとも参加をよろしくお願いします。私今までヒューマンフォールフラットのコンテスト、株登りやって、スキンコンテストやって、ネタコンテストやっております。そしてこれからもコンテストたくさんやっていきますので、興味のある方はですね、チャンネル登録と通知のオンをしていただけると、俺が動画をバーンって上げたら皆さんの端末の元に通知がバコンって届きますんで、ぜひともそちらの機能もご活用していただければなと思います。というわけで、たくさんのご参加ご投票ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。動画投稿の励みになります。バイ、ここ。